チャオ、あっちゃんです。今日7月の27日、あっちゃんの晩ご飯の後のデザートは、カップマルシェ、瀬戸内レモンのレアチーズ、広島県産爽やかな香り、瀬戸内レモンのレアチーズ食べまーす。いい香り、いただきます。おいしい、うん、ね、うん、すごいね、レモンが爽やかで、うん、チーズのクリームチーズがすごい美味しい、うん、美味しい、美味しい、これね、ドンキで48円やった。うん、おいしいね。うん、おいしいわ。うん。甘みも2回目。ね、酸っぱさもね、レモンが酸っぱすぎず。チーズがね、いい感じに効いてて美味しいわ、うん、いいね、焼肉のね、こってりした口にさっぱりしたレアチーズ合うわ、うん、幸せ、美味しいご飯食べてね、甘い美味しいスイーツ食べてね、楽しく過ごす、最高です、はい、ちょっと今日はね、子供が上がね、なんか焼肉の気分じゃない、食べへんだから、うん、ちょっとね、かわいそうなおじさんかなと思って、うん、子供焼肉喜ぶかな思ってんけど、時々あんねん、うん、全く食べへんわけじゃない、ね、食べるときってガッツリ食べんねんけど、その日の気分によって肉じゃないっていう日があるみたいで、うん、なかなかムラ食いでね、またなんかどっか食べに行こうってもめんどくさいっていかへんねん、選ばへんねん、まあ好きなもの、だからハンバーグが食べたいだからハンバーグしてあげましょう、はい、まあ、そんなこんなでね、今日のあっちゃんのデザートタイムは瀬戸内レモンのレアチーズ、美味しくいただきました。ということで今日のあっちゃんの晩ご飯のデザート、よかったよと思ってくれて高評価をで応援コメントチャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ、ドライブしよう。